ベルナー・フォン・ブロンベルク、ベルナー・エドワールド・フリッツ・フォン・ブロンベルク、ベルナー・エドワード・フリッツ・フォン・ブロンバーグ、1878年9月2日から1946年3月14日は、ドイツの軍人、アドルフ・ヒトラー内閣において1933年から1938年まで国防大臣、戦争大臣を務めた、ドイツ国防軍のナチカを推し進め、 1936年に国防軍で最初の陸軍元帥に除された。1938年に売春婦と言われる女性との再婚問題で国防省辞任に追いやられた。1878年、当時ドイツ帝国両方プロイセン王国、ポメルン県。母はその妻エマ。父の祖先はクールラント公国の軍隊に仕えていた貴族というが、 ブロンベルクの先祖が本当にその軍隊に仕えていたか、また貴族であったのかどうか証明されておらず、定かではない。ただブロンベルクの叔父ヘルマン・フォン・ブロンベルク不評大将は勇敢な軍人で、あると認められて、貴族の称号、フォンを使うことに、王立文章事務所から反対はなかった。母の家系は、主ジ自ンの貴族である。 1894年から1897年にかけてベルリング・ロス・リヒター・フェルデに在学した。1897年にプロイセン第73警府評連隊に勝位とし、入隊し、同連隊霊下の第二大隊長副官となった。1904年に、少佐の娘シャルロッテ・ヘルミヒヒと最初の結婚をした。1904年から1907年にかけて、 ベルリンのプロイセン戦争大学に在学。1910年より参謀本部に配属される。1911年には陸軍大員に昇進した。1914年1月には第130不評連隊霊下の中隊の隊長となった。1914年8月に第一次世界大戦が改戦すると第19予備士団の参謀に任じられた。 1916年3月に少佐に昇進し、1916年7月からは、第18予備軍団の参謀に転じた。さらに1917年2月には、西部戦線の第7軍の参謀に転じる。1918年6月3日には、プールルメリット勲章を受章した。戦後、ベルサイユ条約によって、陸軍10万人。 将校は4000人にまで制限された、バイマル共和国軍の将校に選び残された。1919年10月から国軍省の部長に就任した。さらに1927年4月から1929年10月にかけては事実上の参謀本部である、兵務局の局長となった。ブロンベルクは、兵務局長の地位にあった1927年から1929年に、 かけてソビエト連邦を頻繁に訪問しているそこで独裁体制全体主義体制というものに深い感銘を受けたというソビエト連邦との軍事協力で戦車や毒ガスの開発空軍建設に関わったただし兵務局長としてフランスとポーランドのに正面戦争になった場合の作戦計画を立案できなかったため国軍省により クルトフォン・ハンマー主体にイコール、エクボルトと交代させられた。1929年10月に中将に昇進すると、共に、東プロイセムの第一師団長と、大愛軍管区司令官に任じられた。この職位にあった1931年に、国家社会主義ドイツ労働者と当主、アドルフ・ヒトラーと初めて出会い、大きな感銘を受けたという。ブロンベルクは、 国家社会主義者でも、共産主義者でもなかったが、ヒトラー個人の力強さに惚れ込み、彼の崇拝者となった。ヒトラーの独裁政治を誕生させることにこそ、ドイツの未来があると信じ、あらゆる機会を利用して、親ヒトラー運動を行った。アメリカ合衆国を公式訪問した時さえ、ナチ党政権の誕生は不可避であり、それが望ましいことなのであるなどと語っている。 ハンナチ派の首相、ハイン・リヒ・ブリューニングはブロンベルクの親ヒトラー・ブリを危険視し、彼を退役させようと画策したが、ブロンベルクはパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領に取り入ること成功し、逆にブリューニングの軍事政策に不利益になるような報告書を書いて、ブリューニング失脚の一員を作った。1932年のジュネーブ軍縮会議ではドイツ軍事代表団長を務めた。 当時のグレーナー国防省の方針に反対し、ドイツの軍備強化やソビエト連邦との軍事協力を主張していたため、会議や国際連盟からの脱退も辞さない姿勢を見せた。1932年、シャルロッテ夫人が5人の子供を残して54歳で死去した。アドルフ・ヒトラーを首相に任命することを決意したヒンデンブルク大統領は、 1933年1月29日にジュネーブのブロンベルクをベルリンに呼び戻し1月30日にヒトラーを首相に任命するより数時先の午前9時に新内閣の国防大臣に任命した内閣成立前の閣僚の任命はバイマル憲法的には違憲である同日午前11時15分頃にヒトラーが首相に任じられたブロンベルクには保守派によるヒトラーの 囲い込みと、飼いならしが期待されていたが、ブロンベルクにその意志はなく、ヒトラーの信頼を得ようと中勤に励んだ。反ヒトラー的な全国防省、クルトフォンシュライヒャーの取り巻きを、国防省から排除することに努めた。国防省官房長、フェルディナント・フォンブレドを,を罷免し、バルタンフォン・ライヒエナウを代わりの官房長に据えた。続いてヘイ務局長を、 ビルヘルム・アダムからルートビヒベックに変えた。さらに、国防軍局長、オイゲン・オットを日本に飛ばし、代わって、フリードリヒ・フロムを国防軍局長に任じた。陸軍総司令官、クルトフォン・ハンマーシュタインイコール・エクボルトも6月末頃までに、軍で孤立化させ、1934年1月には、辞職に追いやり、 ベルナーフォン・フリッチュに変えた、当初ブロンベルクはよりナチスよりなライヒエナウを陸軍総司令官にしたかったが、反発が強すぎてフリッチュにした。ヒトラーもブロンベルクの中勤に報い、軍の権威や権限の拡大に努めた。1933年4月4日には秘密再軍備に向けた国防会議を創設。さらに、同年7月20日には国防軍法を制定して、 軍に対しては普通裁判所の司法権は及ばない。胸を規定し、また国防法を改正して共同的規定を廃止、国防軍が唯一の国防の担い手であることを定めた。しかしながら、ナチ党の突撃隊は政権獲得時には400万人もの隊員数、内部総兵士50万人を有し、第二の軍隊と呼ばれるようになっていた。国防軍から反発を受けており、 ブロンベルクはヒトラーに明確な裁定を求めた。1934年2月にヒトラーの仲介で国防省においてブロンベルクとレームは一度は協定を結んだが突撃隊が協定を守る様子はなかった。突撃隊無本の噂が流れるとヒトラーはヒンデンブルク大統領やブロンベルクから突撃隊に処置を取ることを要求された。 ヒトラーは1934年6月30日から7月2日にかけて長いナイフの夜と呼ばれる粛清を行った。この時、退役将軍の二人、クルトフォンシュライヒャーとフェルディナント・フォンブレドーが殺害された。しかし、ブロンベルクは国防大臣として何の抗議もしなかった。ブロンベルクは7月3日の閣議で軍を代表してヒトラーに賛辞を送っている。 1934年8月2日に、ヒンデンブルク大統領が死去した。ブロンベルクは同日中に、陸軍総司令官、ベルナー・フォン・フリッチュと海軍総司令官、エイリヒレーダーと共に軍を代表して、ヒトラーへの誠先生を行った。そしてこれに倣って、ドイツ中で全ドイツ軍人がヒトラーに、忠誠先生を行った。 その後も、ユダヤ系ドイツ人の国防軍からの追放に反対する商校団の抵抗を抑え込んだり、ヒトラーの四十五歳の誕生日を記念して、国防軍リストレンタイミュン編兵舎をアドルフ・ヒトラー兵舎命名させるなど、ヒトラーに忠実だった。彼はもともと柔和な性格として、ゴムのライオンとあだなされていたが、やがてヒトラー有言とクベクスとあだなされるようになった。 クベクストは映画の主人公であるヒトラーユーゲンとの名前である。1935年3月16日にヒトラーはベルサイユ条約のドイツ軍備制限条項の破棄を宣言した。旧軍の伝統を本格的に復活させた。国防省も戦争省に改名された本校においては以後も国防省を使用する。ヒトラーは同年彼の忠誠に対して 国防三軍の指揮権を委任することで報いた。さらに1936年陸軍元帥に任命、1937年1月30日には黄金な地頭印バッジを与えた。再軍備にあたって、ブロンベルクは伝統的な立場にこだわらず、騎兵より戦車の役割を評価していた。戦術面では、東プロイ戦時代の演習の経験を活かして、 防御の利点を積極的に認め、攻撃の補助手段として活用した。ハンマーシュタインの攻撃型の原理に修正を加えた。1937年11月5日、彼はヒトラーの主催する秘密会議に参加した。三軍の総司令官、ベルナー・フォン・フリッチュ、陸軍、エーリッヒ・レーダー、海軍、ヘルマン・ゲイリング、空軍、そして、 外務大臣コンスタンティン・コン・ノイラートが出席していた。議題は決定的に近い未来におけるオーストリアとチェコスロバキアに対する戦計画であった。ブロンベルクは計画そのものには賛意を示したが、国防軍の戦争準備が十分でない状態での開戦には反対であった。ヒトラーは英物の介入はないと予測していたが、ブロンベルクやフリッチは会議的であり、 レーダーもほとんど発言しなかったため、会議での合意は得られなかった。ヒトラーは、自分の意に従わない陸軍を掌握するため、ブロンベルクとフリッチュの排除を考え出す。その頃、ブロンベルクは、エルナ・グルーンという25歳の女性と恋愛関係に、あった。11月頃には、彼女との結婚を決めた。しかしほどなく、彼女は、元娼婦であったという噂が流れ出す。 1938年1月12日にはヒトラーを証人として結婚式を挙げるが、いかがわしい女性と司令官が結婚したということに対して証拠団が反し、軍の指示を完全に失う。1月26日、ヒトラーから結婚の解消を求められたがこれを拒否、辞任した。時を同じくしてフリッチも同性愛者であるとの容疑がかかり、失脚する。 この二つの事件は国防省の地位を狙ったゲーリングやハインリヒヒムラーやラインハルトハイドリヒのゲシュタッポの格索によるもので特にフリッチュの事件は全くのでっち上げのスキャンダルであったブロンベルクは罷免される際に陸軍総司令官の後任にバルター・ホンブラウヒッチュとライヒエナウを推薦し国防省の後任としてゲーリングを推薦したしかし ゲーリングの国防省就任はヒトラーに認められなかった。そこで、ブロンベルクはヒトラー自身の国防省兼務を提案している。しかしその後、そもそもヒトラーは公認の国防大臣を任命せず、自身が国防軍最高指揮者と国防軍総司令官を兼務して、ビルヘルム・カイテル中将を総長とする国防軍最高司令部を新設し、自らはその最高司令官となった。 こうして軍に対するヒトラーの支配は、より確実なものとなった。なお、ヒトラーは、外遊資金として5万マルクを送り、有事の際は必ず呼び戻すと約束している。辞職後、1年間の新婚旅行に出かけたが、ローマで、国防省副官のバンゲンハイム中佐、ヒューバート・フライヒーア・ホン・ボーンハイムに自決を、勧告される事件が起こっている。また、 夫人との関係もうまくいかず、2週間後には離婚を前提として復職を要請する新書をヒトラーに送ったが却下されている。1939年9月、第二次世界大戦が始まった。ブロンベルクはかつての約束通り現役に復帰することを望んだが、ヒトラーは離婚しない限り復帰させないと拒否、かつての約束は保護となった。 ブロンベルクは復帰することなく、筆足して暮らした。夫人には、男性関係の噂がしばしば立ち、友人も離婚を勧告したが、妻は名誉ある、ドイツ陸軍大将の座を捨てさせた女性であり、それほどの女性を捨てることなどできない。と言い、結婚生活を続けた。第二次世界大戦が終わると、戦犯容疑で、連合軍に逮捕された。 ニュルンベルク裁判には証人として出廷している。1946年3月、がんのため米軍病院にて死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。